はい、どうも、めちゃせです。本日もやっていきましょう。ということで、本日からはスーパードキーコング釣りをやっていきたいというふうに思います。久々のウメチャス個人実況シリーズですね。はい、名前は、ABC? HH? チャ。はい、毎度恒例の、ウチャスでいきたいと思います。はい。で、なんでね、急にやり始めたかっていうとですね、とりあえずね、ちょっと昨年末年始にかけてすごく忙しくてですね、バタバタしてて個人実況取れなかったんで、まあ、ちょっと合間合間に電車で GO を 2作品やったんですけど、そうしたらね、ちょっとね、個人実況シリーズまたやりたいぞと思ったんですけど、ちょっと久々なんでね、ちょっくら思い出のあるやつをやりたいと思ったときにドンキー2が思い出したんですけど、さすがに3周はくどいなと思ったので、ドンキー3をやっていくということですね。はい、続編ですね、2の。はい。で、実はこのドンキー3、一人で全クリしたことありません。唯一記憶にあるのは、私の母上と一緒にプレイをしてそこそこなところまで行って、母上が全クリをしたのを見たと、そこまでです。はい、あのロケットとか最後にあったと思うんですけど、すごい有名なね、あのやったことないんですよ、マジで。なので、ね、ちょっとその辺も楽しみにしながらやるというところでございますね。はい。で、今回、申し訳ないですけど、ステージクリア優先でやらせていただきます。ちょっとボーナスステージとかね、そういうのは、ちょっとねもしできたらということに、ね、なるべくやるかもしれません。そんな程度です。これはどうやってこうかあの、どうやったら交代してくれる。あー、分かったわ。多分こうじゃない。あー、そうね、これでポーズ、これで交代。なるほどね。ちょっと慣れるのに。そうなんです。あんだけスーファミの実機にこだわってた俺が、ついにスイッチでやるようになったので、まずスイッチのコントローラーになれるというところから始まるわけですね。はい。あー、なんとなく、分かってきました。はい。まあ、最初くらい取るか。で、こうだっけ、こうで、チームアップで、こうと。はい。そうなんです。今更ですけど、梅茶さんのゲーマーの血筋というのは、親父からではなくて、母上からなんですよ。ね、お母さんゲームやるのみたいな、みんなびっくりされるんですけど、やるんですよ。ドラクエとかも、ほとんどね、母親のね、影響なんですよ。そう。あら、うまくいかないわね。後悔？そう、あまりにもスーファミのコントローラーに慣れすぎてしまって、ちょっとこの辺がしんどいですね。こうか。そう、ぎこちないのは許してって感じですね。まあ、最初なんでね、多少ぎこちなくてもやっていけるでしょう。はい。あ、水切り一発ぐらいやりたいですよね。あ、一回できた。まあ、一回できたからいいか。一回できたからいいか。いや、ここでちゃんと成功させないとね、やっぱ。あれ、このさ、水切りってさ、本当に難しい。これ一発でできる人、本当天才だと思うんだよね。もういいです。はい。大体こうやって諦めていくんですよ、みんな。はい。ここに下にボーナスステージあるんですけど、ステージクリア優先ということでさせていただきます。その辺がね、もどかしいかもしれないんですけど、だからね、今回のテーマっていうのは、母上を超えろと、息子よ母上を超えろという、テーマでやっていきたいと思います。はい。だから要は、裏ゴールまでしっかりやりましょうということですね。はい。あれ、そうさ、これゴールしちゃうからさ、ちょっと待って。ほう。あ、これでいいね。はい。はい、これでゴールになります。はい。これが1の1でしたね。はい。そうそうそう。じゃあ、実況する時間がなかったんだよっていう話だったんですけど、じゃあ最近は時間取れるのと言われるとですね、まあちょっと、まあ、時間は相変わらずないんですけど、
今の生活にちょっと慣れてきた感があったので、まあそこでちょっとなんとなくいけるかなと思ったのが、あららら、はあ、そう、これシャッターを駆け抜けろって言うんですけど、ちょっと癖もんでね、なんで俺ディンキーでやってんの。ディンキーはね難しいんですよ。基本的にディクシーで進んでった方が無難です。はいはい。で1の2から難しすぎるだろって俺毎回思うんだけどさ、そう、ドンキーコングシリーズってね、ほんと最初から鬼畜なんだよね。おお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 お、そう、こんなね、83なんてね、最初から出された暁にはね、トラウマになるわけですよ、子供はね。この先ボーナスだったっけ。まあ来たから、せっかく来たからやりましょうか。届かないと。はい、こうだっけ。はい、こうか。いや、慣れねえな、おい。え、無理じゃん、これ。やっぱさ、やっぱディクシーで行くんだよ。やっぱディクシーで無理やりこれを掴むんじゃないの。あ、ほら、いけたいけた。そうそう、こういう感じでね、ボーナスもやっていくわけです。ちょっとちょっと、なんでチームアップになったの。はいはいはい。はい、星を60集めろ。はい、やっていきましょう。はい、あー、なんとなく覚えてます。なんとなく覚えてますよ。はい。まず30枚集めて、30枚集めて隣の部屋に行くと。これ全部集めてから隣に行かないとなかなかめんどくさいので、効率よくやっていきたいところですね。はいはい、こんな感じでボーナスコインも集めていくということですね。っていうか俺思ったんだけどさ、ボーナスコインも全部集めないとさ、裏ゴールってできないんじゃねって思ったんだ。そっかそっか、それは困ったな。それは困りましたね。それは困りましたね。どうしましょうね。やっぱ本編クリアでいいか。さっきロケットやりたいとかなんとか言ってたけど。はい。はい。作戦変更です。はい。早速作戦変更です。本編をクリアするという方向で進めさせていただきたいと思います。そう、俺はちっちゃい頃に母上と2人でこのゲームをやっていたんですが、結局最後の方は母上が全部クリアして全クリしたという記憶なので、今回はその息子が、1人で自分だけの力で、本編をクリアするという、パートにしていきたいと思いますね。本編クリアしとけば後で裏ゴールもやりたいよってなった時、別に後からでもできるから、そうっていう感じにしましょうか。まあ最初そうやって適当にやってると後でね、すごく苦しい目に遭うんですけどね、まあ、それはまあしょうがないということでね。はい、じゃあ今回のドンキー3はそういう感じでやっていきたいと思います。先に決めとけよって話なんですけどね、相変わらずその突貫工事すぎるので俺の、ドンキーコング実況っつうのは。はいはい、バルーンもね、取り逃してね。じゃあ最初はこの辺で、以上になります。パート2お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。失礼します。